おそらく私たちは今までトイレットペーパーの使い方を間違えていたのかもしれません。彼女はペーパーロールを平らに潰して、内側の硬い部分を取り出しました。その後、そのロールをボックスに入れ、中央からペーパーを引き出すと、絡まることなくスムーズに引き出せるようになりました。この方法は便利だと思いませんか？